チャツネチャツネ三種チャツネは南アジア、西アジアを中心に使われているソース、またはペースト状の調味料。豆と各種香辛料で作る日本のふりかけに類似したものもある。名前はヒンディー語で舐めるを意味するチャートナーに由来する。現地では右手の指で料理を口に運ぶので、これも指につけてまさに舐めることになる。そのため、 元は作る側でなく食べる側が使うことを前提としたものだ。各家庭ごとに独自のレシピがあり、味は多様である。チャツネをすりつぶす、石の道具北たインド、パキスタン、アフガニスタンのチャツネは、果物、野菜、ハーブなどを火を通さずに、すり鉢ですりつぶすか、マンゴーチャツネのように火を通して、柔らかく煮込んだものであり、後者の方が保存性が高い。 ヨーグルトとコリアンダーやミントを混ぜたもの、唐辛子や生姜を効かせて辛く仕上げたものなどがある。食事に添えるほか、サモーサーやパコールーなどの軽食のタレに使われる。ベンガル地方にはケシの実のチャツネがある。ネパールではアチャールの一種とされる。南インドのチャツネ南インドには菜食主義者が多く、チャツネは食生活において、 重要な位置を占めている。軽食の一種ティファンのタレや、定食の一つであるミールスの薬味として使われることが多い。作り方も他の地域とはやや異なり、ココナッツや青唐辛子、炒めたマスタードシードとカレーリーフ、ケツルワズキ、チャナーダールをベースに、コリアンダー、ミント、トマト、タマリンドなどを混ぜる。1600年代からインドのチャツネは、 イングランドやフランスに輸出されるようになった。欧米などでは、チャツネは、マンゴーやリンゴ、桃、タマリンドなどの果実に、酢、砂糖、香辛料を加えて煮た果物の甘みを生かして、甘く仕上げたジャム状のものとして知られている。瓶詰めにして、保存食とするほか、カレー料理の薬味、ドレッシングとしても使用される。ありがとうございます。